皆さん、こんにちは。本日は、クラウドセキュリティ統制支援サービスによる安全なクラウド活用と題しまして、30分ほどでお話をさせていただきます。はじめに、私の自己紹介です。株式会社ラック金融事業部で、サービス第3部の部長をしております、上原浩太と申します。私は左側にありますとおり、従来のオンプレのサーバーたちのシステムに合わせまして、近年クラウド法のシステムを取り扱っております。本日のテーマです。本日のテーマは、あなたのクラウド、今日も明日も安全ですか？こちらをテーマにお話をいたします。このワードをですね、頭に置きながら、このセッションを聞いていただければと思います。その前に、当社ラックの会社紹介を簡単にさせていただきます。当社株式会社ラックは、TIS さんと一緒に、様々なビジネスを展開しております。当社といいますと、セキュリティという名前でご存知の方が多いかと思いますが、セキュリティのみではなく、システムインテグレーション、こちらも多く取り扱っている会社です。早速ですが、まず DX 開発におけるセキュリティとクラウド、こちらからお話をさせていただきます。昨今、お客様はスピーディーなビジネス展開や拡大によって競争力を強化しようというような考えをお持ちです。で、そこからデジタルトランスフォーメーションという言葉にありますとおり、デジタルな仕組みを使って開発を回していくということを考えていらっしゃいます。で、ビジネス展開拡大に向けて、この DX を進めるために必要なもの、そちらがこの右側の図にある3つの要素になります。1つはアジャイル開発のような新たな開発手法、そしてクラウドの技術のように新たな技術要素、さらに、ここで欠かせないもの、それが追従できるセキュリティ対策となります。この3つが揃って、DX を推進できるというふうに我々は考えています。ラックとしましては、この3つの要素ですね、DevSecOps というふうに捉えておりますが、これらをカバーするために、じゃあどういうツールを使うのか、そういったものを表しているのがこちらの、イメージになります。アジャイル開発という点については、当社は2年前からアジャイル開発センターという部隊を作ってまいりました。アジャイル開発手法の中でも、特にスクラムを用いた開発、こちらによって本当に必要とされているシステムを作っていくことを考えています。これによりスピード感が出た開発が可能になります。そして、クラウド技術、こちらについては、それぞれのクラウドベンダーの技術を使うのもそうですが、それらをさらに横断的に使っていけるものとして、我々は一つ、ハシコプ社のテラフォームという製品を使っております。クラウドインフラをコードで表現して実装していく、そちらによって品質や効率をアップしていくという考えです。これら、アジャイル開発であったり、クラウドの特性を生かした、そこに対しての追従できるセキュリティ対策として我々が取り組んでいるものが、プリズマクラウドという製品になります。こちらは、クラウド環境の脆弱性を排除したり、それによって常に安全なクラウドを実現していくというような、ことができるツールです。DevSecOps というキーワードの中で、求められるセキュリティとは何でしょうか。ここは前のページにありました通り、アジャイル開発のスピード感、そしてクラウドシステムの特性についていける、このようなところが必要になってきます。アジャイル開発の特性としては、ルールが100%完成でなくても、まず使えるところから守っていく。それによってセキュリティ対策が業務システムの開発スピードについていく。そして常に変化していくシステム、ここをセキュリティを対策をしていけるというところになります。クラウドシステムの特性、こちらについては、クラウド環境独自のセキュリティ事項、こういうものをカバーしていく必要があります。そして新たなクラウドサービスや変化していくクラウド環境、ここに対応できること、そして
コンプレと比べて多数のコンポーネントが集まって作られるクラウドのシステム、そこに対しての自動チェックができること、こういった点が DevSecOps において求められるセキュリティとなっています。クラウドのシフトというのがありますが、こちらの段階を一旦まとめています。左から右に行くにつれて、お客様の中でのクラウドの利用シーン、こちらがどんどん大きくなっていると考えてください。左側はクラウドの利用の初期、一部の方がクラウドを使っている段階です。そこから社内で認知され、クラウドの利用が拡大してくる。さらに、クラウドが原則としては最初に選ばれるようになる。そして、マルチクラウドに向かっていく。このような段階を踏んで、クラウドの利用が拡大していきます。ここで気をつけなければいけないこと。それは、どの段階でもセキュリティの対策が必要になるということです。当社においてもクラウドに関してのセキュリティの対応、こちらの話が出てくることが増えています。当社のサイバー救急センターが提供しているサイバー119、こちらのサービスにおいてもクラウドにおけるインシデントの問い合わせが増えてきています。こちらに書いているのは2020年の1月に公開したサイバー救急センターレポートですが、その中ではクラウドでのインシデント事例を特集しています。数年前に比べクラウドのご相談が増えてきたということで、こちらを特集したという形になっています。サイバー救急レポートにもありましたが、クラウド利用シーンにおけるインシデントとは実際にどういうものがあるでしょうか。こちらに大きく3つ事例を書いています。1つ目は検証用に作った環境、こちらが本番用に昇格した際にインシデントが起きたというものになります。内容としては検証の際にまず作るというところを優先したことによって外部からのアクセス制御が不十分だったと。で、それによって認証情報が流れ出てしまいバックドアを設置された。で、それに気づかないまま本番昇格したことによって、その後社内の複数のサーバーへの不審の通信が発生したというものでした。次に2つ目の事例、こちらは AWS 上に構築した Web サーバーのアプリケーション、その中に脆弱性があったという事例です。アプリケーションの中にアクセスキーが書いてあったことにより、そのアクセスキーを盗まれ、さらに新たなアクセスキーを作成されました。その結果、世界中に多数のインスタンスが作成されてしまい、仮想通貨のマイニングに使われたというものになります。続いて3つ目の事例、こちらは AWS 上に構築したサーバー上でマルウェアを検知したようなものになります。マルウェアの検知後、調査を進めましたが、侵入経路や挙動などこちらを突き詰めようとした際にログの出力が十分になされていないことから調査が難航してしまったというケースです。これら3つの事例を考えたときに、じゃあどういう対応を本来すべきだったのかというのが右側にあります。それぞれ書かれていることはクラウドを使う上ではおおよそ必要なものとして皆さんご理解いただけるものではないかと思っています。このような事例からどういうことをしていくべきかということを考えるのは簡単なのですが、実際に回そうとすると運用上でいくつか課題が出てきます。それがこちらのページです。事故を防止したい、運用コストを抑えたい、さらに進化していくクラウドサービスにどんどん対応していきたい、そして監査があっても耐えうる基準が欲しい、このような課題が出てきます。それぞれじゃあこの課題をどうやって解消していくか、そちらも右側にありますように、それぞれ一つ一つについてはどうすべきかは分かります。しかしじゃあこれを実際にやっていきましょうとなった時に、やりたいことが分かっていても人手による対応が難しく、製品やサービスを使って効率的に動かしていく、そのような仕組みが必要になってきます。そこで我々が一つ考えたものがクラウドセキュリティとしてのプリズマクラウドの活用です。今のページにありました4つの課題、
こちらに対してパロアルトネットワークス社のプリズマクラウド、こちらを使うことでクラウド環境のセキュリティ統制管理を実現していくということが可能になると考えています。基本的にクラウドの環境においてはセキュリティをすべて守っていくことが必要になりますが、一番の問題は人手を介すこと、それにより多大な時間がかかることと考えています。こちらを右側にあります通りプリズマクラウドを使うことで解消していくというふうに考えています。もう少し具体的にプリズマクラウドの製品の機能を掘り下げてみます。プリズマクラウドは一つの製品で CSPM と CWPP、 この両方の観点をカバーしています。 CSPM とはパブリッククラウドの設定に対するセキュリティの対策です。そして CWPP、 こちらはパブリッククラウドの挙動に対するセキュリティの対策となります。いくつかクラウドに対するセキュリティ製品はありますが、プリズマクラウドの特徴の一つはこの両者に対しての対応ができるというところです。 CSPM の機能としてプリズマクラウドはセキュリティ対応状況を API 経由で自動診断するという仕組みを取っています。そしてその対象がここにあります通り現時点で4種のクラウドベンダーに対応しています。さらに各種コンプライアンス標準、そちらによる自動診断が可能になっています。で、こちらのコンプライアンス標準については開発元であるパロアルトネットワークス社によってポリシーがあらかじめ組み込まれており、さらに自動更新されていくというものになっています。そしてここで出てきた発生したアラート、こちらを各種ツールと連携して自動で通報していくということができるとともに、該当する箇所に対しての対処方法の案も製品側で提示されます。そしてプリズマクラウドの CWPP 機能です。こちらはパブリッククラウドにおける不審な通信であったり操作、あるいはコンテナやサーバーレスのファンクション、こちらの不審な挙動を自動で検知するものになっています。一部の機能については、VMware などの仮想化ソフトウェアに対しても使用が可能です。コンポーネントの配置状況、例えばネットワークの接続状況や攻撃の状況を分かりやすいイメージで表示してくれます。プリズマクラウドの製品の機能は以上の通りですが、ではこちらを用いたクラウドセキュリティ統制支援サービス、ラックが提供しているこのサービスの説明をいたします。2020年の12月10日、ラックはホームページにてクラウドセキュリティ統制支援サービス、こちらのニュースリリースとサービス紹介ページを掲載いたしました。そもそもこのサービスとは何なのかという話ですけども、先ほどのプリズマクラウド、こちら非常に高機能な製品というふうに我々は捉えておりますが、一方で導入するときの課題がいくつかあると思っています。本当にこの製品を導入して価値が出るのか、あるいは導入したらアラートが多数飛んでしまって大変なのではないか、ポリシーアップデートされるもののそれをすべて追うのは大変じゃないか、あるいは現時点でそもそもセキュリティ上の問題があるのかどうかわからないので、プリズマクラウドを入れるべきなのかどうかわからない。運用を回していくときにどういう体制でやればよいのかを相談したい。実際に運用し始めてアラートを検知したときに対応方法を相談する相手が欲しい。高機能な製品だけにこのような悩みが上がってくることが考えられます。そこに対してクラウドセキュリティ統制支援サービスとして我々がサービスを提供することで、これらの課題を解消して楽に使っていただくというような思いで作っています。サービス導入前はそれぞれのクラウドを見ていましたが、こう、右のように当社と連携しながらお客様のクラウド環境を運用していくイメージです。サービスのご提供内容です。導入にあたってまずは POC、BOV、
こちらをお客様で進めるにあたり、まずはプリズマクラウドの接続の支援、あるいは本番運用に向けた概算費用の算出、このようなことをしながら、まずこの製品の価値を感じていただこうと思っています。そして本格導入しようというふうになった際には、設計や導入の支援を我々が提供いたします。本番運用において多数のアラートが上がってしまわないようにするためのチューニング、あるいは運用体制を含めた運用設計、こちらの支援を実施します。そして、いざ使い始めてから、このサービスは使い続けることに価値がありますので、使っていく中の運用支援サービス、こちらを提供いたします。運用支援サービスの内容がこちらになります。5つございまして、まず1つ目がラックのオリジナルポリシー、こちらの更新をご提供します。もともとプリズマクラウドにはパロアルトネットワーク社が提供する各種コンプライアンスに基づいたルールが入っていますが、こちらに対して当社のオリジナルポリシーを追加してご提供します。で、ラックがご提供しましたそのポリシーについても、日々のトレンドをもとにして各種ポリシーを追加したり変更したりしていきます。さらに2つ目です。月次報告会の開催とレポートのご提供をいたします。こちらはクラウドの活用状況、あるいはセキュリティ対策などに役立てていただくためのラックのオリジナルレポートをご提供いたします。そして3つ目です。個別ポリシーの作成や変更対応、こちらはそれぞれのお客様において個別のポリシーが必要になってくるケースがございます。その際に個別ポリシーの作成、あるいは既存のポリシーの変更を、こちらを対応いたします。そしてアラート対応支援、プリズマクラウドを使っていく中でアラートを検知した際、実際に対応自体はお客様に実施いただく必要がありますが、その中で、例えばクラウドの環境をどう変えればいいのか、あるいはそれを変えることで問題が出ないのか、そういった話を検討される際、その際に我々がご支援をいたします。そして5つ目、テクニカル QA の対応です。こちらはプリズマクラウド製品に対する技術的な問い合わせ、こちらを当社にて対応いたします。で、先ほど、オリジナルポリシーという言葉がございましたが、こちらの考え方は、この図のようになっております。まず左側、CSP、クラウドセキュリティプロバイダーですね。クラウドのベンダーごとによって、多少セキュリティの観点が異なっております。一般的に、CIS のベンチマークというものがありますが、例えば AWS であれば、この観点はこうすべきであるというものがベンチマークにあったとして、Azure でそれに対応するサービスがあっても、必ずしもそれが CIS ベンチマークに書かれているとは限りません。そのことによって、Prisma Cloud にもともと組み込まれているポリシールールも若干異なっています。ここを当サービスでは、Rack がこれまでクラウドのインテグレーションとセキュリティ、このエリアで取り組んできた知見を生かして、オリジナルポリシーとして製品に組み込みます。このことによって、クラウドプロバイダーごとのセキュリティのこのチェックの差分をできるだけなくしていく。それにより、AWS を使っても、Azure を使っても、同じようなレベルでセキュリティを守っていけるということが可能になります。こちらは、当サービスにおいて、必ずご提供するものです。で、右側になります。右側はフィスクです。日本の金融機関のお客様においては、フィスクの安全対策基準、こちらの対応が必須となるケースが多いと考えております。クラウド環境を活用する際もこちらが必要になります。当サービスで、ラックの中でですね、フィスクの安全対策基準をベースにして、こちらもポリシーを実装することを予定しております。
このことによって金融機関のお客様においてもプリズマクラウドをこのサービスにて活用いただくことでクラウド環境のセキュリティを担保していくことが可能になると考えております。こちらについては現在開発中でして、現時点の予定では2020年度内にご提供することを考えております。当社には従来いろいろな診断のメニュー等がございまして、クラウドのセキュリティについてもすでに別のメニューもございます。そちらとの違いを表したものがこのページになります。左側のクラウドセキュリティ診断、こちらはスポットの診断と呼ばれるもので、ある時点でのクラウド環境のセキュリティ対応状況をチェックしてお客様に向いているものになります。続いて真ん中、クラウドセキュリティ診断 by MVision Cloud、 こちらはクラウド環境のセキュリティ対応状況を定期的にチェックしてお客様に向いているものになります。MVision Cloud 自体はお客様側で画面をずっと見ることはできますが、そちらに関するレポーティングは年4回という形です。今回取り上げておりますクラウドセキュリティ当選支援サービス、一番右側のこちらについては、クラウド環境のセキュリティ対策を先ほどのもともとの組み込み、あるいは当社が提供する基準に基づくポリシーで継続的に常に担保していきたいというお客様にご活用いただけるものになっております。で、ここからは先ほど紹介しましたクラウドの活用シーン、その段階に応じたセキュリティの対策が必要になるもの、そちらをこのプリズマクラウド、クラウドセキュリティ当選支援サービスでどう守っていくかという例になります。まずはクラウドの利用初期のシーンです。クラウド利用初期において発生しやすいことは左側の通り、まず試しに使ってみるという段階になりますので、この段階ではセキュリティ対応はある種個人任せになってしまうケースがあります。その時にセキュリティレベルの低いものが作られてしまうと攻撃のターゲットになり、これが後々本番昇格してセキュリティの事故につながってしまう可能性があります。プリズマクラウドの導入によって、まず初期の段階でも最低限ここは守らせるというような対策が分かってきますので、そちらに手を打つことでまず安全に使い始めるということが可能になります。続いてクラウド利用拡大期です。この時期において発生しやすいのは、クラウドの利用ルールが全体で定まっていない。そうなってくるとシステムごとにセキュリティのレベルがバラバラになってくることが考えられます。セキュリティのレベルが高いものは良いのですが、低いものが中にいるとそこが攻撃のターゲットとなり全体に影響を及ぼしてきます。プリズマクラウドを活用すると全体のレベルを統一させることができますので、脆弱なシステムがいてもそこに手を打つことができ、全体として強固なシステムになってきます。そして3番目、クラウドファースト期です。この時期になると多くのお客様はお客様の中でのクラウド利用のルールをルールブックとして固めています。そのため本来であればそのルールに基づいて開発がなされているはずなので、全体としてセキュリティの問題は起こらないと考えられるのですが、一方では利用者が増えてくることにより、例えばインフラ側の知識があまりない方、アプリケーションのレイヤーがメインになる方がクラウドのレイヤーを操作することも考えられます。そうなってくるとその中にセキュリティのレベルが低いものが生じてしまう可能性があります。プリズマクラウドを使うことでこのような中に一つあるようなセキュリティレベルの低いもの、そういうものをあぶり出して改善をしていくことが可能になります。最後にマルチクラウド拡大期、この時期においては例えば今までずっと AWS を使ってきたお客様が用途に応じて Azure など別のクラウドを利用し始めるということが
考えられます。その際に AWS においてはセキュリティのルールがすでに存在して安全なものの、 Azure の環境はまだルールがないということで、セキュリティの担保がなされないという状況になってしまう可能性があります。 Prisma Cloud を使うことで AWS、Azure ともにセキュリティのレベルを一定のレベルに保つということが可能になってきます。 AWS でルールを作ってきたとして Azure をじゃあ使っていこうというときに、同じルールをすべてゼロから作るというのはかなり時間もかかってしまいますので、プリズマクラウドのようにマルチクラウドに対応しているセキュリティの仕組みを取り入れることが効果的と考えています。最後に LAC が作り上げる DevSecOps サイクル、プリズマクラウドの活用により我々はどのようなことを考えているのかです。DevSecOps のサイクルというのはクラウドに注目すると真ん中にあるようなサイクルを実現することになります。左からクラウドシステムを作ることをまず検討し、そしてルールを作っていく、そして開発構築を実際にして、運用局面ではルールの準拠状況を継続的に確認する、このような流れです。当社ではこれまでの知見からクラウドシステム化するところにはクラウドのコンサルティング、そして利用ルールを策定するところにはセキュリティのコンサルティング、クラウドシステムの開発構築にはクラウドのインテグレーション、そして運用保守ではクラウドシステムやそこにおけるセキュリティの運用保守、このようなことをメニューとして取り扱っております。この中で赤枠で囲っているところ、セキュリティコンサルティングではクラウドセキュリティの運用の検討や設計、そしてクラウドシステムの開発や構築ではリリース前のセキュリティのチェック、そしてクラウドシステムの運用保守においてはクラウドセキュリティの監視、セキュリティアラートの対応、セキュリティルールの遵守状況を定期的にチェック、そして外部審査機関向けのレポート、このようなあたりをプリズマクラウドを使うことで実現していけると考えています。そして当社においては冒頭紹介しましたハシコープ社のテラフォーム、その他多数の製品を組み合わせることによって我々のシステムとセキュリティのノウハウ、そしてソリューションが組み合わさることでお客様の DX 推進を叶える、そのような DevSecOps サイクルを作り上げることが可能というふうに考えております。改めて冒頭ご紹介しました本日のテーマ、あなたのクラウド、今日も明日も安全ですか、こちらについて当社のクラウドセキュリティ統制 CA サービスを使うことで、このような質問が出ず安全ですと言い切れる、そのようなクラウド開発を続けていけるというふうに我々は考えております。クラウドのセキュリティを継続的に守っていく仕組みとして、ぜひ当社のクラウドセキュリティ統制支援サービスをご活用ください。